こんにちは、中までたっぷりちはやです。マリオカート8やっていきましょう。いいね、パートの一番最初のコース、マリオサーキットだっけ、ここ違うなマリオスタジアムかな、スタジアムが当たるって結構すごいことですよね。防御体勢緑、ドーン、しゃーやりたかっただけ。当たってなかったんかい、すげえな。まあ SS もらって、これはバナナ当たんねえか、多分当たったと思ったんだけどな。まあ置いていきますよ、牽制していきます、どんどんね、 SS 取られないように。嘘、今ので当たります？そんなに斜めだった？そうっすか、まあいいや、代わりにアイテム引けたんで。話したいね、話があったんすけどね。これコイン取っとこうかな。俺はここで後の一陣を買うよ。この機能さんじゃなくてコインさんがどんだけでかいか俺もわかんないけどあのバナナくせ者ですね。僕だろ、変なとこに置いたな。あ、終わったー完全やらかしました今。あ、でもトゲきてんな、よいしょ。ちょっとどころじゃないね、だいぶずれてたね。このコインさっきの3枚で抜けるかな。アイテムは、あ、勝てそう勝てそう勝てそう、ひーよーしよーしよしよしよし、やったー。ゲームの話しようと思ったんだけど、レースに熱中しすぎましたねボロッボロに切られてますね。よし、とりあえず1位スタートですね。さて、部屋変えちゃったんだけど、どうかな、この部屋は。でもちょっとマシン的にはちょっとわかんないな、これはな。走ってみないと。さあ参りましょう。今週かな？いや、今月ってことなのかな？いや、でも今週だと思うな。何の話かっていうと、ゲームのそのなんかランキングみたいなやつあるんすよ。オッケー。SS 前。オッケー。よし。FFO、 そう、 FFO ね、 OK 全然喋れねえ。 FFO SAO がどうも勝ち切ったみたいなんですよ。壊したか、 OK 壊しますね。あー危ね、それ FF って俺 FF15 のことかと思ったんだけど、そうじゃないんだねなんかワールドってやつが出てたっぽくて全然知らなかったんだけど。あ、投げちゃった、バカかな。大丈夫、後ろコインですね、助かった。最近出た SAO のホローリアリゼーションってやつがどうも人気みたいですね、今ね。あぶね、いいタイミングで。あ、でも赤2つか。よいしょ、こんちゃっす。あ、でも木の位置だね。よいしょ、俺は絶対引けないからな、キノコはな。え、空中で使った？あ、キノコ落ちた。行かなくてよかったですね。ここで赤が来ちゃうか。つくづく運が悪いですね。どんだけ後ろ赤引くんだ。あー、だいぶ距離差あるな。あ、1位見捨てた。これはいただいたかもしれない、そしたら。相手持ってないだろ？俺はこっちに行きません。前がバナナ持ってるからね。俺もここ行きません。コイン持って、あ、キノコ持ってるんで勝ちなんで。 OK です、よし、 OK。 あー、だいぶ差開いたな。3位はくっついてきてたはずなんですけどね、いつの間にか。あ、赤コーラ来てたっけ、そういえば。いやー、よかった、キノさんに救われましたね。
セーフセーフ。なるほど、スノーマウンテンか。また部屋変えました。この部屋はどうかな。ゴー。さあ、さあ、一個前のレースの時に話したそのランキングなんだけど、なんかその、いい、当たる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 、オッケー、ブレーキブレーキしたけどな。ツタヤランキングってやつらしいんで、どうなんだろう。いるよね、ツタヤランキングってやつのランキングです、とりあえずね。ごめん、全然わかんない。だから、はい、あ、ブレー、コイン、あ、出てきた、ラッキー。あ、でも取らせても、うお、ボム兵投げた。離す、え、あれが出てなかった。じゃあ掴もう、加速する。あー、岩当たる。あー、あー、ほんとここ嫌い。でもなんか SAO すごいっすよね。あの、なんだっけ、ハリウッドでも出るって話だしさ、なんか企画があるみたいだし。あ、乗れてなかったか。すごいっすね、ほんとね、SAO 人気は。海外のさ、方がさ、LC データ作ってみたみたいなさ、おお、バナナあったか。動画作ってたしね、見たけど。ほんとに作ってたよ、剣を。剣もしてたもん、動画で。それはすげえなと思った。そんだけ SAO の影響は、アメリカの方でもあるってことだもんね、それはね。確かにね、俺がよく見てる、マインクラフトサバイバルゲームズの海外のプレイヤーさんも確かに SAO のなんかSAO のあれはなんて、リソースパックなのかなとか使ってたりしてたしね、うん、確かにしてたわ。お、壁紙みたいなねやつがあるんだけど、そういうやつがなんかシリカだったりとかねしてたからね。元の順位に戻りましたね。4位ですね。さあ、次のレースがですね、下位からスタートだったんで、こっからじわりじわりと上げていきたい。あー、そういう感じか。なるほどね。うおー、ねじれマンションかよ。ここはもう動画になったよね。意外と人気が高い気がする。ちょっとミスりましたね。まあいいでしょう。ああ、ああ、押し負けるのかよ。最上級、最重量級モンスター。モンスターじゃないか。最重量級キャラクターなのに。交換したいけど、まあいいか。この距離感だったら別にしてもあんま変わんねえわ。嘘。オッケー。こっちでコイン2枚取れるのがありがたいですね。おっと、吸い付くねー。いやー、そのコインは辛い。やめよ。仲良くやろ。オッケーオッケー。結構攻めてきますね。おっと。うわ、跳ね返りか。これはかわせねえな。さすがに無理だ。この木の位置はちょっと使えないですね。1位がメガホン持っちゃってんだよなー。もう1位の圧倒的な、お、と思ったけど、トゲきましたね。よかった。これでなんとかなると思います。まだね。お、アイテム交換できたぞ。よし、使おう、ここは。これでだいぶ追いつけるはず。よしよしよし。この人がずっとさっきから1位取っててね、面白くないんでね。さすがにね。俺もね、食い込んでいかないとね。オッケー。譲るんじゃない？譲んないっすね。よー。さあ、ここで交代ですね。ちゃんとか、あれなんだっけ、赤消し言ってますよね。あそこでできるのかどうかは知らんが。後ろの様子をしっかり見ながら行きましょう。結構離れたね。さあ、今度は俺が綺麗に走るバンパー。ここ2段階貯めるのむずいよな。俺は全然できないですよね、それが。早溜めができてない証拠？もっと根本的なところからやり直さないとダメかもな、こっから上に行くには。
よーし、いいね。さあ次は俺が1位からのスタートがね、しっかりトゲを受けていきたいですね。おお、ねじれてるな。このステージ綺麗だよね。なんかハリーポッターの世界みたいな。マリオサーキットに始まり、マリオ、あ、これスタジアムだ。マリオスタジアムに始まり、マリオスタジアムで終わる。いいですね。マリオカートですね、これがね。あ、ダメだ、これ取れねえや、コイン。ちょっと無理だった。バナーナー。置いちゃった。なぜ。危ねえ、危ねえ。危ねえ、頭の上に降ってきそうだったね。いやー。結構みんな赤コーラとか持ってましたね。後ろ見てるとよくわかる。うお、危ねえ。ちょっとダー取っちゃった。3枚くらい欲しい。ダメか。ま、うま。一発のファイヤーボールで。かっこよすぎるだろ、あの人。俺はここで交換します。メガホンか。あの人交換したのは失敗でしたね。狙ってきたね。ほっ。よう。よう。これ、ブーメランやばい。お返し。よう。とりあえず、この人は潰さないとダメか。後ろの人にできれば当てたい。オッケー、当てれましたね。キノコ持ってたんで。どうかな、ちょっと前離れちゃってんなー。あー、ダメか。またキノコ引いた。ボムヘイいる。あっぶね、終わったと思った。ここ。あー、惜しい。じゃあ、あの人とデッドヒットしてたからね。お、マジで？イエーイ。最後の最後で3つ引いた方の勝ちだったか。いい勝負してるんでね、この人ってね。でもコアのパートはここで終わりか。残念。じゃあ今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アディオスアミーゴー。